違えちゃった。あともう2個。3個目。おいしい。やっほー。3721。カレーママキッズ TV。 じゃあお父さんたち打ち合わせで出かけてくるから、さやみんなのことよろしくね。うん、任せて。よろしくね、行ってきます。行ってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。バイバイ。あ、行っちゃった。じゃあみんなあっち行こう。うん。じゃあみんなでゆうきくんと遊ぼう。いいや。もぐもぐもぐ。ぷくぷく。ぷくぷく。いないいない。いないいない。いないいないいない。ゆっくん行こう。ゆっくん行くよ。サラダサラダ。
おいしい。あ、きゅうりもおいしい。ミニトスのマッチョちゃん。おいしいね。ね、おいしい。全部おいしい。じゃあ、ゆうきくんにも昼ごはんあげます。ゆうきくん食べようね。おー、指定してる。バナナがいいのか？バナナ食べる？うん。あ、じゃあバナナ。あー。おいしいですか？あ、おいしいおいしい。おー、おいしい。よかったね。おいしいね。おー、おいしい。ゆうきも食べてんの？そう、バナナね。お、食べる？あー。もぐ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 、おいしい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 、あ、おいしい、おおいしいおいしい、お、次これ食べたい。私も算数の勉強したいと思います。鉛筆は、これ、ロコちゃん、まこちゃん、あこちゃんからもらった鉛筆立てです。気に入って机で使ってます。じゃあやります。 14×6 は6×4×24、4×6×24、973×5 は 805×9 は 6×4×24。 よし、できた。よし、じゃあさえちゃんに丸付けしてもらおう。さえちゃん、これ丸付けしてくれる？いいよ。れいちゃんは掛け算の筆算やったんだね。うん。じゃあこれで丸付けするね。じゃあ宿題チェック。せーの。お、全部丸だって。やったー。お、よくできました。だって丸付けすごい早いね。で、早いでしょ。うん、丸付けありがとう。いいえ。今度は4人で公園に遊びに来ました。イエーイ。ゆうきくん遊ぼうね。遊ぼうね。遊ぼう。私はクリスマスの時にもらったキックボードです。行ってきます。やっほー。よいしょー。あー、上手だね。これは私がお小遣いで買ったバレーボールです。最近バレーにハマってます。私も期末テストに向けて数学の勉強をやっていきます。数学の範囲は全部あるので大変ですが、今からやっていきたいと思います。8+3=11で3、4と7、7×7=5735666951、1596。24だから、あ、4×6=24。3×7=21。じゃあここまでにしたいと思います。じゃあ私もチェックマスで丸付けしていきたいと思います。ちなみにこのアプリは6年生ぐらいまでの難しい計算にも対応しています。で、今私が解いた計算問題は小学校6年生ぐらいの問題だったので、これで丸付けしていきたいと思います。よし、じゃあ宿題チェックで、お、こんな感じかな。せーの。お、すごい、全部丸だ。どんな字にも対応しててすごい便利です。それじゃあ今度は方程式の勉強をします。このチェックマスのスマートな電卓を使います。こんなのも解けるんだって。よし、じゃあこの問題からやろう。0.8
x-2.1 イコール 1.5x。 よし、これでいいのかな。おお、すごい。え、見て、これ解き方まである。え、すごい。計算の解き方も教えてくれるので、すごく便利でおすすめです。中学生の皆さんもぜひ試してみてください。それでは続きやります。晴れママキッズ TV。 今日は一日チェックマスを使ってお勉強をしたりして過ごしました。丸付けが簡単でびっくりしました。シナでもできた。無料なのでぜひ皆さんも使ってみてください。最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録、通知ボタン押してね。また見てね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。